その件でね、聞こうと思ってね。よっこいしょって。ベニアちゃん、話しようとしても全然聞いてくれないんで、ちょいと拉致ってきたんですけどね。どうしましょう。目撃者は消去。ザ、口封じ。何がいい？コンクリ海底ダイブ？おー、濃硫酸で跡形もなく？おー、ぶつ切りにしてスープ混入？おー、じゃあ、はい、ガニガニ。革靴のかかとで殴るのは反則。はいはい。カズサさん、ひどいです。リニアを殺す気だったんですか？きっとリニアが嫌いなんですね。その通りよ。うそうそ、冗談よ。ごめんね。リニアは騙されました。さんに水着を着せてバシバシ写真を撮ってたことですか？私のゲームじゃないので、叩いても消えないかと。消えました、消えました。はい、失礼しました。
どい男だね、ダニア。リニアちゃんも元気になったばっかりなのに、大なんだね。育つとこんなにひねくれちゃうのかね。何？怖い顔で睨んじゃって。はいはい、わかりましたよ。もう寝ますよ。おやすみなさい。睡眠不足はお肌に大敵なのよ。おはようございます、社長。これでちゅ。表記通り犬でちゅ。犬が一頭送られてきました。一緒に送られてきた書類によりまちゅと、本社の方で軍用犬の開発の話が上がっているとのことで、試験的に訓練してくれとのことでちゅ。はい、そう言ったのでちゅが、メイドの訓練をしているのだから大丈夫だと押し切られてしまいました。申し訳ございまちぇ。他はありません。はい、
犬。何それ。死んでもやだ。
おいで。カズサをいじめちゃダメ。いいこと？それならいいかも。どうしたんでちゅか？急に笑い出して。もう趣味が悪いでちゅね、所長は。カズサちゃんをいじめたりしないでくだちゃい。井上先生？またそんな名前を。はいはい。ちゃんとケージへ井上を入れてきたんでちょうね。ちゃんと中庭の隅に設置しておきましたよ。そうなんだじゃないでちゅ。ちゃんとそこにつないでおいてくだちゃいね。私は先に休ませてもらいまちゅ。何か？